はい、皆さんこんにちは、村長です。先日アップした動画、ネクター4の最新機能の中で、ハーモニーのことにだけスポットを当てて、全体の解説をするんではなくって、ピンポイントでお話をさせていただきました。たくさんの人が今現代も視聴してくれております。今日もたくさんある機能の中で、全部を一緒にお話しするとなかなか一気には覚えていただきにくいですので、今日は僕がアイドトープの技術の中で一番気に入っているオーディオレンズというリファレンスをする機能、これをうまく連携して自分の好きなアーティストの歌声、こういうものに歌を近づけて楽曲を制作していく、こういう方法をお伝えしたいと思います。まず今ここにはシンセサイザー V のリョウという男性のボーカルで作った歌があります。曲自身は「君の笑顔」という NHK の「お母さんと一緒」の月歌になった楽曲なんですけれども、ちょっとどんな音楽かまず聴いていただきます。はい、このようなシンセサイザー V のリョウの声、これで楽曲を今は作っています。これをメジャーアーティストの声に近づけてみようというような実験です。オーディオレンズの部分を少し見ていただきましょう。はい、オーディオレンズの最新版バージョン 1.2、 これの使い方をお話しします。今回からは楽曲の中のボーカルだけを抜き出すというようなアイドトープ RX の技術を応用したすごい機能がオーディオレンズの中に組み込まれました。それは画面上部のキャプチャーというところでアカペラというのを選びます。そうしまして YouTube を再生します。ストップをするとアナライズというようなモードになります。ボーカルの解析をしてくれています。はい、アナライズが終わりました。ここでクワタッと入れておきましょう。ここは日本語で打つことはできませんので、半角アルファベット文字で打ってください。もう一つだけ同じようにやっておきましょう。日本の歌手の中では特徴のある小田和正さんなんですが、ちょっと小田さんの YouTube がうまく見つからなかったので、よく似た声の方でカバーをしている人の動画を参考にさせていただきます。ではまたアカペラキャプチャーをします。時を越えて君を愛せるか、本当に君を、こちらの方を小田という名前にしておきましょう。このようにボーカルのイコライザーのラインを検出してくれたわけです。桑田さんの波形はこんな感じ。ものすごく低音がなくってですね、中域に音が集まっています。小田さんの場合はこのように平均的で、やはり高音が特徴なので、この辺のところにパワーを感じます。このようにして楽曲がある中でもボイスの部分を自動的に判断してオーディオレンズが働くようになりました。お分かりいただけましたでしょうか。オーディオレンズの使い方というのはこのようにして、今までは曲全体でしかできなかったものが、曲の中のボーカルだけの部分を取ることがオーディオレンズのバージョン 1.2 最新バージョンからできるようになっているわけです。ではこのトラックに最新のネクター4を入れましょう。もしネクター4を持っていない方はニュートロン4でも大丈夫ですし、ニュートロン4もないんだよというような方はオゾンででも同じようなことができます。じゃあこれでネクター4を入れたいと思います。ここにネクター4の画面が出ましたが、まずはアシスタントモードで音を聞かすことから始めます。再生をします。知ってる君の笑顔って本当に素敵だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。だってさ、君の笑顔は雨にも負けない、だから笑ってほしい、もっと笑ってほしい。このように分析ができたわけです。先ほどのオーディオレンズの結果を反映させたいと思います。ここ今バランスという風になっていますが、このチョイスできるボタンから選択することになります。そしてオーディオレンズはここで選択します。先ほど作ったように小田というのと、そして桑田というのが表示されています。まずは小田というのを選んでみましょう。そうすると小田というプロファイルにこの声を近づけようというような働きが起こるようになります。このようにパラメーターをなるべく大きめにしておきます。そしてこの右下の部分は何もしないでいいです。これはハーモニーとかそういうような場合に使うものですから、ここは何もしないでいいです。そしてここはエフェクトですので、この近づけるという機能に対してはあまり効果がありませんが、リバーブだけを少し強いめにかけたいと思います。じゃあこれで聞いてください。はい、今度は桑田を選んでみたいと思います。はい、このようにですね、質が変わりましたね。ちょっと高いところを強調するような音になりました。もう一度バイパスと比べてみましょう。バイパスから。入れます。はい、こんな感じです。このようにガイドができましたら、そこからですね、イコライダーやコンプで味付けをして雰囲気を作り上げていく。まあ、一つのガイドライン。そんな風に考えてみていただいたらどうでしょうか。皆さんも一度実験的にこのオーディオレンズのアカペラキャプチャー機能、これを使って大体のガイドラインのリファレンスというのに挑戦をしてみましょう。村長スタジオでした。